うさぎ放送局鉄道動画コレクション、動画をご視聴いただきありがとうございます。この後動画振り返りぜひ見てね。はい、皆様こんにちは、としあきです。それでは動画振り返り、今回も行ってみたいと思います。今日の動画は構内踏切がいいね。備前台駅に到着する115系 D 編成の岡山行きの動画です。イコカの対応の様子と備前台駅の有料駐車場にね、なった様子もね収録ということで、今回は、岡山のね宇野線の備前台駅で撮影した、115系のね動画だったんですけれども、はい、備前台駅ね結構いろいろ撮影してて、で先日もね1本113系の動画出しましたけれども、はい、備前台駅構内踏切ね、があって、結構ね私ね構内踏切好きなので、まあ、安全とかはまたちょっと別にしてね、まあ、安全対策としては構内踏切あんまりない方がいいとは思うんですけれど、まあなんか旅情というかなんというかですね。で構内踏切ね独特な雰囲気があって、で構内踏切って普通の船踏切と違って音がなんかね音色というかが違って、あれがなんかねのんびりした感じのいい感じかなと私ね思うので、この備前台駅で撮影する時にはねこの構内踏切入れることもまあまあ結構あるんですけれども、はい、でここね構内踏切がそうあるということで、警笛もね鳴らして入線してきますしね、岡山方面というか茶山町方面行きの列車はね、はい、でまあまあ車両自体は115系の D 編成ということで、まあ、岡山でよく見る、まあ、普通のね115系一番多い115系だったんですけれども、はい、で備前台駅
3月の、ね、ダイヤ改正からかな、イコカ対応になりましたのでイコカの、ね、機械が入りました。で最初ね私何回か動画とかでも言ってるかなと思うんですけれども、普通の簡易改札機が、ね、入るかなと思ったらイコカの、ね、IC カード読み取り機だけになったんですよね。でただこのねイコカの、読み取り機ね IC カードの読み取り機ね、なんか屋根ついてましたけど、普通になんか屋根がついてるとかじゃなくて、であと待ち合室みたいなのがあるのでそこに入れるのかなと思ったらそうでもなくて、ちゃんとね駅の、出入り口のところにねありましたけれど、あの屋根みたいなねあれ結構いいおしゃれって書きましたけど、なんかいい感じにね、あんなおしゃれな感じの IC カードのね小屋じゃないんですけど、なんかああいうボックスみたいなの見たことないので、はい、なんかでもあの他の宇野線の今回入った駅にもついてるみたいですけれどもね、はい、でもね確かね備前田駅って入り口あそこだけじゃなくてね向こうの方にもねあの岡山側にもなんかあったような気がするんですけれど、うさぎ放送局で、あと、備前田駅ね、4月から、駐車場がね、有料になったということで、今までは無料だったんですけれども、有料に変わって、で、その様子もね、ちょっと写真撮ったので、入れておきましたけれども、なんかチケット制みたいで、先に買って、で、車のところになんか、置いとくっていう感じの、仕組みですね。バー式とか、こう、なんか駐車場のバーって上がるやつとかではなく、一番なんか、お金かからない方式かな。でもあれ、取りっぱぐれがあるような気がするんですけどね。で、20分までは無料なので、だから20分までの場合は、なんかね、外の看板にはチケット20分まででもなんか発券しろみたいなこと書いてあったんですけど、実際に発券しようと思ったら発券できなくて、で、なんか中の看板にはなんか発券しろとは書いてなかったから、多分20分までだったら、そのまま止めていっていいんでしょうね、今の状況はね。まあ、いちいちね、出してたら、チケットのあの紙がもったいないから、そうしたのかな、土壇場で。わかんないんですけどもね。はい。で、20分過ぎるようであれば、先にね、チケット買っとけと。まあ、でもそんなに高くはないですよね。今まで、まあ、無料だったことを考えれば、まあ、値段、お金かかるようになったんですけど、ただ、まあ、20分じゃなくて30分無料ぐらいだったらね、ありがたいなと思うんですけど、はい。今回もね、2本撮影したんですけれど、ギリギリ20分で2本撮れたので、撮ってね、まあ、もともとそれ以上いる気はなかったから良かったんですけど、まあ、今後またね、行くときには、ちょっと時間効率を考えて、ただね、今まで無料の時は、特に昼間なんかね、車止めれなかったんです。駐車場、あそこのね、備前台の日だけが無料っていうのを知られてたんで、多分ね。なので、止めれなかったんですけど、多分有料になったからまあマシにはなってるかなと思うんで、そういう意味ではいいのかなと思います。ただちょっと昼間の様子は見てないんですけど、夜もねそんなにいっぱいではなかったんで、今までね結構ね夕方でも混み込みだったんで1台止めれるかどうかだったんですけれど、はい、まあまあそんなにというわけでね、今回の動画ね、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、高評価を、まあ、あんま良くなかったかなと思ったら低評価を押していただければ嬉しいです。またコメントもね、書いていただけると嬉しいです。はい。またチャンネル登録ね、お済みのない方いらっしゃいましたら、チャンネル登録ね、本当にね、よろしくお願いいたします。最近ね、登録者数さんがね、伸びがね、鈍化してて、はい。頑張っておりますので、まあ、ちょっとね、岡山の動画、最近ちょっと少なくなってて、で、最近、関西行きましたんで、関西の動画ね、多めになってて、で、今回、岡山の動画も久しぶりっていう感じで、で、さらに四国の動画もね、今までよく出してましたけれども、四国の動画、ね、ちょっと全然出してないんですけれど、まあ、四国の動画はね、先日、うさぎ放送局の方で出しましたんで、よかったら四国の動画はね、うさぎ放送局の方でも見てもらったら嬉しいなと思うんですけれども、はい、また岡山でもね、香川のね、いつものね、ところの動画もね、公開していきますので、ちょっと、当分の間は関西も多めになるかなと思うんですけれども、まあまあ、まんべんなくね、公開していきますので、よかったらよろしくお願いいたします。それではまた、次の動画で、お会いしましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画をお楽しみください。